ピックアップトラックのバルクヘッドに取り付けられた燃料フィルターヤンマー 2GM20 船舶用ディーゼルエンジンの燃料フィルター燃料フィルターとは燃料から汚れなどの異物を除くためのフィルターである燃料フィルターは燃料を供給する配管系統の途中にあって意図せず混入している粒子などを取り除く機能を果たす金属製カートリッジ内に詰められた露シであったり 簡単な金属製の網だけで作られるものもある。燃料フィルターは、ほとんどの内燃機関に用いられ、ボイラーのような外燃機関や、暖房機器でも簡単なものが付いていることが多い。自動車用の燃料フィルターは、内燃式エンジンの燃料供給装置の重要な、機能部品である。ろ過されていない燃料は、例えば、燃料タンクへの給油の際に混入する微小なゴミや、 タンクに何かが衝突した際に剥がれ落ちるタンク内の塗料片、構成タンクにおいては燃料に混入する水分が原因のサビなど多様な異物を含むことがある。電動式燃料ポンプを持つ車両では燃料ポンプのカーボンブラシや同性コンミテーターのマモ庫コが混入する場合もある。燃料が気化装置に入る前にこれらの物質が取り除かれないと混入した。 微粒子による摩耗作用によって現代の各種燃料噴射装置で使用される精密部品である燃料ポンプとインジェクターが故障を引き起こす可能性があるガソリン直噴エンジンやディーゼルエンジンなど燃料ポンプが高圧なほどこの傾向はさらに顕著なものとなるキャブレターにおいても微粒子が各種ジェットの摩耗を引き起こして 燃焼の狂いを招くほか、フロートバルブに大きなゴミが噛み込むと、オーバーフローの原因となる。また、燃料フィルターは、燃料内の汚染物質を効率的に取り除くことで、燃焼をより促進させ、性能向上にも寄与する。燃料フィルターは、定期的に維持点検を行う必要がある。いくつかの特別に設計された燃料フィルターは、洗浄して何度も、 再利用することが可能であるが、通常は新品への交換が基本である。もしも燃料フィルターが定期的に交換されていない場合は、つまって燃料の流量が減少や燃圧の低下を引き起こし、エンジンが正常に動作し続けるのに十分な燃料を供給できなくなる。結果的にはエンジンの性能低下の大きな原因となる。ターボチャージャーや スーパーチャージャーなどの下級機が搭載されたエンジンの場合、最大化9圧時の燃圧が不足することで、エンジンブローの直接的な要因にもなり得る。燃料フィルターは、どのような例外的な場合であっても、燃料系統への異物の混入回避を最優先とするため、オイルフィルターに見られるような腰紙が完全に詰まった、際のバイパスバルブに相当する機構が用意されていない。 そのため、ロ子の完全なつまりが発生した際にはエンストを起こし、その後もエンジンの再始動が不可能な状態となる。それ以前の段階として、燃料流量がピークとなる、高速道路などでの全開走行時に、顕著なパワーダウンが始まり、最終的にはアイドリングすらもしないほどに、燃料流量が低下していく。ガソリンエンジンの場合には10万キロなどの定められた、 走行距離での定期交換がサービスマニュアルで指示されている場合が多いが長期放置された旧車やタンク内のガソリンが劣化ガソリンに変質した車両などタンク内の錆ビ発生が疑われる車両では定期交換時期よりも早い周期で交換が必要となることもあるいくつかのディーゼルエンジンで用いられる燃料フィルターは底部がボールのような形状となっており 水が石油よりも密度が大きい性質を利用して水分の分離を行うようになっている。ある程度まで水分が溜まった場合、堆積した水分はボール下部のバルブを開くことで排出でき、ボール内部から出る液体が軽油だけになるまでこの作業を行う。このような気候の燃料フィルターの多くが水分がボール内の警戒基準に達した場合に、 エンジンコントロールユニットを介するか、ダッシュボード上の警告灯を直接点灯することによって、ドライバーに水抜き作業を指示するためのウォーターセンサーが備え付けられている。水分がディーゼルエンジンの燃料装置に混入することは決して望ましい事態ではない。ディーゼルエンジンの燃料噴射装置は、可動部の潤滑を経由に含まれる異黄成分に頼っている面があり、 水分が一定の潤滑性を必要とする可動部分に入り込むことで水分に接している箇所が部分的なオーバーヒートを起こして不要な摩耗を招くことになる。産業用低地ディーゼルエンジンの燃料フィルターにもセンサーが含まれている場合があり燃料フィルターの交換や排出が必要な場合にはオペレーターに警告をするようになっている。ディーゼルエンジンと 燃料フィルターの位置関係によっては燃料フィルターに燃料ヒーターが備えられている場合もある。これは低温時に燃料フィルター内で水分と軽油成分によってパラフィンロー成分が形成されフィルターを詰まらせることを防ぐ目的がある。バイオディーゼル燃料によるフィルターのつまりバイオディーゼル燃料を導入する場合事前に燃料フィルターを交換し 定期的な点検を励行することが元売り会社から指示されている場合がある。元売り会社の多くはバイオディーゼルの洗浄性能が高く、従来の経由では問題にならなかったスラッジが流出するためとしているが、製品の製造工程によっては生成が不十分で、グリセリンが完全に除去しきれておらず、原料融資が残留している場合、スラッジが発生して、 ピストンリングを固着させたり、燃料フィルターの目詰まりを発生させることがある。また、低温時におけるパラフィン分の積出が軽油よりも、顕著となることで、燃料フィルターが詰まりやすくなるとされる場合もあり、バイオディーゼルを導入する際には、軽油よりも、より頻繁な燃料フィルターの点検や、場合によっては、燃料ヒーターの導入も必要になるなどの短所が、顕在化する場合がある。 水抜き剤の使用燃料系統からの水分の除去のためにイソプロピルアルコールを主成分とした水抜き剤が使用されることがガソリンエンジンでは一般的であるが近年の排ガス規制以前のディーゼルエンジン特に養分の多い軽油の使用を前提とするほど設計の古いエンジンや 前述の燃料フィルターでの定期的な、ドレーンバルブによる水抜き作業が義務付けられているエンジンの場合には、水抜き剤を使用することで、燃料フィルターで分離されていた水分が、軽油に混和されてしまい、かえって燃料装置の潤滑に悪影響を及ぼす場合がある。アプリケーションズベネフィッツオブマグネティック、フィルトレーション配色用油再生処理業者が、 不適切な正常のバイオディーゼル燃料油を納入していたことが原因で、船舶において、航行途中にエンジントラブルが発生し、航行不能となった、海難事故として、平成17年新進第74号平成18年3月28日採決言い渡し、研修船海の幸運航阻外事件を参照のこと。ありがとうございます。